東日本旅客鉄道が主に東京駅秋田駅間を東北新幹線、秋田新幹線経由で運行している特別急行列車の愛称である。本校では2013年3月16日から2014年3月15日にかけ運転されたスーパー小町についても記述する。小町は山形新幹線。 翼に次ぐ2番目のミニ新幹線方式の列車として、1997年3月に秋田新幹線の開業より運転を開始した。東京都と秋田県を結ぶ役割を担っている。東北新幹線区間は、はやぶさと並結して運用され、森岡駅で増解決を実施する。現在は、すべての列車で e 6系が使用されている。 東京駅盛岡駅間は東北新幹線を走行し、盛岡駅や北駅間は在来線の田沢湖線、大宇本線を直通して走行する。なお、営業上は在来線である。盛岡駅や北駅間は在来線特急の扱いを受ける。新幹線区間の最高速度は時速 320km、在来線区間は時速 130km である。 田沢湖線と大宇本線の境界駅である大曲駅では配線の都合によりスイッチバックを行う。列車名は秋田県湯沢市小野出身とされる小野小町が由来とされている。運転開始までは小町の名称は秋田市社のジョイフルトレインが使用していたが、こちらはお箱に改名した。なお E6 系電車が 営業運転に投入された2013年3月16日から秋田新幹線の全列車が e 6系に統一となった2014年3月15日の間は同系列を使用し東北新幹線内で最高速度時速 300km 運転を実施する列車をスーパーコマチとして区別した。なお新幹線でスーパーを 列車名に関した令和2021年現在、当列車が唯一である。2016年4月現在、定期列車は、東京駅秋田駅間に15往復、仙台駅秋田駅間に1往復の、計16往復が運転されている。東京駅秋田駅間の所要時間は、最短で3時間37分。 東北新幹線上では最高時速 320km、在来線となる田沢湖線、大宇本線上では最高時速 130km で走行する。定期列車は、東京駅、仙台駅、盛岡駅間は、早草と並結し、盛岡駅で増解決を実施する。一部の臨時列車には、仙台で増解決を実施するものがある。これは、 並結車両の、はやぶさが、仙台北角駅停車となる便であるため、小町を仙台から先行させ速達性を確保する、措置である。号数は、東京駅秋田駅間の列車が1の38号、仙台駅発着の1往復が95.96号で、ある。E6 系により運転されている。在来線区間も走行することから、車体は、 通常の新幹線より幅が小さい。秋田新幹線開業から2014年3月までは e 3系も使用されていた。座席は2002年以降自由席は設定されておらず、全列車全席指定席で運行されている。なお、森岡駅や秋田駅間の総合間では、特定特急券で普通車の空いている席を利用できる。ただし、 座席指定券を持っている乗客が来た場合は席を譲る必要があり、当然満席の場合には立席となる。グリーン車は1両のみで、東京駅側の先頭車両となる11号車に連結されている。座席配置は1列あたり2プラス2の4席。古ル規格の新幹線のグリーン席と違い横幅が狭いため、簡易スリッパが ウェルカムドリンクと共に開業時から2015年3月までサービスしていた。その他の車両は普通車であり、座席配置はグリーン車と同様に2プラス2の4席構成であるが、座席幅やシートピッチは異なる。小町は大曲駅の構造上、東京駅大曲駅間と大曲駅、秋田駅間とで進行方向が変わるため、秋田駅発の 小町の座席はあらかじめ進行方向逆向きにセットされている。臨時列車毎年8月最終土曜日に秋田県大仙市で行われる全国花火競技大会では多数の臨時列車が運転されている。この時、定期列車では運転されていない対局駅始発、終着の列車も運転されることがある。全国花火競技大会の際には以下のように 大局駅を発着する運転が行われる。東北新幹線内では、閉結車両の、はやぶさと、同様、大宮森岡間の乗車に対しては、その他列車に比べて、最大520円の加算料金が設定されている。なお、秋田新幹線列車の閉結車両が、はやぶさとなる以前は、加算料金の設定はなく、閉結車両に加算料金のある早草、はやぶさ。 加算料金のない、早手が混在していた2013年3月16日から2014年3月15日の間は、小町が、早手に準じる従来の料金、スーパー小町が、早草に準じる加算料金が適用されていた。在来線区間を走行する、e 3系小町森岡秋田間、報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。